はい、どうもコミです。本日はタイガーマウンテンチャレンジのね、攻略方法をやっていきたいというふうに思います。今ね、中国で旧正月と言われる日本のまあ正月みたいな感じのお祝いイベントが起こってるわけなんですけど、起こってるかまあ年間あるんですけど、それに伴って、で今回このタイガーマウンテンチャレンジと、あと、背景とね、スキンも購入できるようになってます。まあ、その中の一環としてこのタイガーマウンテンチャレンジ、結構苦労してる人もいるかもしれないんですけども、これドバ出しでクリアできるなっていうことが分かったんで、その方法を今日はお話ししていきたいというふうに思います。ぜひねクリアしてエメラルド経験値、そしてポーションゲットしましょう。では行きましょう。まずですね、このクリアの仕方、簡単に説明だけしますと、テスラが 1,2,3,4,5 ってこのタウンホール周りにあるじゃないですか。ここに、まあ、両方にね、このね、スパジャイを1のバルキリーを1、これ加えていきます。まあ、こっちも同じね、こういう風に、ここね、加えていって、で、残りはこの真ん中のテスラからドバーって出していきます。これだけです。ほんとこれだけ。で、まあ、呪文のタイミングとかはちょっとね、少しだけタイミングはあるんですけど、まあ、言うてそんな難しいタイミングではないので、まあまあ、見ていきましょう。まずね、スパジャイ、バルキリー、スパジャイ、バルキリーですね。で、テスラこれで折れますので、折れるまで待たなくてもいいです。もう全部スパジャイ真ん中のここに集めちゃって、グランドウォーデン、さらにスーパーバルキリー、アーチャークイーン、キング。で、後ろからスーパービータドですね。で、これね、アチャクイとかがたまにこれ逸れちゃうんで、逸れちゃった場合には、もう一回やり直してください。で、こんな感じ全部ね、中に入っていって、次は、ホグライダーをね、準備します。で、キングたちが壁開けた方に、こうホグライダーを出していきます。ガーって、こんな感じね。はい、で、ホグライダーを出した方面に、まあ、ヒール打っときましょう。こんな感じでヒール。で、さらに、このマルチインフェルノのとこにヒール。さらに、ポイズンを、今、1個ね、言い忘れちゃったけども、1個ここに打ちました。ここにね、ここに打っていって、で、もう1個はこの相手のババキンに当てる感じで打ってください。こんな感じですね。はい、以上です。これで、だいたいクリアできます。超簡単でしょ。あと、ま、適当にフィートとか使っていきましょう。フィート使ってガンガン伸ばしていけばね、まあ、なおさら、前回までのスピードが早まると思います。ユニットも十分いるし、まあ、ここまで来るともうね、前回はほぼ間違いなしっていう感じですかね。まあ、あとはもう、流れに任せて切っていくっていうだけなんですけど、まあ、キング、ウォーデンがいて、今回スパジャイとスーパービーターとかやられちゃったけど、場合によってはね、そっちが残ったりもしますね、結構ね。で、まあまあ、この辺のクロスのところに、ポイズンにはスケルトン打っておきましょうか。で、インビジブルはアーチャークイーン守るのに使います。マルシのダメージがアーチャークイーン入ってたんで、一旦使いましたね。まあ、別に使わなくても今良かったかもしれないけど。こんな感じっすね。はい。楽勝です。楽勝です。これね、結構ね、ターゲットを取って散らしてとかいう方法もあるんですけど、まあ、別にそこまでやる必要あんまないですね。ちょっともう一回、手順でね、説明しきれなかった部分もあるんで、まあ、一個一個の手順の説明を簡略化しながらもう一回ね、見ていきたいというふうに思います。まあ、失敗するパターンは、これやってもやっぱね、ユニットが消えちゃうっていうパターンだったり、あと、アーチャークイーンがそもそも壁の中、この一番最初の、このタウンホールのこの壁の中に、壁の中に入らなくて、この外周にね、アーチャークイーンがこう行っちゃう、歩いちゃうっていうケースがあるんですね。まあ、そういう場合には、クリアができなくなっちゃうので、まあ、そこはね、もう一回リプレイじゃねえわ、リトライして、やり直しましょう。もう一回ね、行ってみます。手順だけね、まあ、こんな感じですよっていうのが分かってもらえたと思うんで、手順だけもう一回いきますね。まずは、スパジャイからのバルキリー。バルキリーは、この上側って、このボムタワー側のね、テスラに当てるようにしてください。これしないと、ちょっとね、うまく動かないことがよくあります。で、あとは全部ジャイアンツに出して、ウォーデン、バルキリー、クイーンに、キングに、後ろから、スーパービザード出していって、タウンホールのが、移動したところでトームかけます。で、全部トームのね、ダメージも含めて無効化していきましょう。これスーパービザードがっつり取れたな、なんかこっちの方に。まあいいや。で、ポイズンをこの真ん中に打ちます。こんな感じね。相手のアーチャークイーンにもかかるように打つことが大事ですね。こうすることによって、相手の防衛軍全部無効化しながら、流れた方向にこっち、ホグライダー出していきます。で、ヒールを打っておきます。こんな感じね。もしもこのキングたちがこっちに行っちゃった場合ね、こっちに行っちゃったら、ホグは当然こちらから出していきますね。出す方向は、そのホグたちの流れた方向というふうに、キングたちが流れた方向というふうに覚えておきましょう。で、さらにマルチインフェルノのところにヒール。で、ポイズンをキングにかければ、なおさらね、いい感じになります。で、まあ、キングたちには、まあ、こういうフィストを別に使っても使わなくても適当なタイミングで使ってください。今、体力なかったんで、まあ、フィストを使うかなと思って使いました。で、アーチャークイーンが上側にこう流れていってますね。キングと完全に分断されちゃってるんで、多分これは前回までいかないっすね。途中喋りながら、
やってたんで、呪文とかのね、使うタイミングが少しこう遅れちゃったりした、まあ、せいで、残念ながらね、アーチャークイーンの、なんだ、スーパー、なんだ、ジャイアントが分断されちゃって、もうこれ前回までいけないパターンかな。残念ですけど。まあ一応最後までやってみますか。ポイズン打っておいて、で、アーチャークイーンがね、この辺の、施設を壊してくれるのを見ましょう。ポイズンの、あ、ポイズンね、スケルトンの効果入ってるんで、クロスボウはアーチャークイーン下げられませんね。下げられるまではこんな感じで、アーチャークイーンにね、インビジかけるの持たないから待っておきましょうね。スケルトンにガンガンターゲット取ってもらって、下げられたところで、インビジブル、つけていきます。とはいってもね、クリアしたいよね、もう一回ね。で、こんな感じかな。これいけんじゃない？クリア。なんかそんな気がする、若干。なんとか、クロク、頑張れー。はい、切れなかったか。インビジブルときましょうね。といて、アーチャーも守りながらこんな感じ。はい、で、こっから先どう動くんだろう、アーチャークイーン。下側行くんだ。あ、こっちのテスラを折りに行くんですね。これテスラ1本残るな。まあでもまあこんな感じですね。はい。こんな感じでやっても、まあ結構喋りながらね、余裕ぶっこきながらやってもこんな風に、残りちょっとっていう形になるんで、まあ、このテスラの処理を事前にフォグライダー2個とかで別にやってもいいですけどね。やっといてもいいかもしれない。先にこれ壊しちゃうと。どうしてもこれが残るんだよっていう人は、先にフォグ2体ここにポンポンって出して、テスラ壊しちゃいましょう。はい。多分スーパージャイアント1体出してもいいかもしれないですね。壊しておけば多分全開率爆上がりするような気が今更ながらします。はい。ということでですね、今日はタイガーマウンテンチャレンジのドバダシ簡単攻略法をやってみました。どうでしょうか。これ参考になったなと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして皆さんのクリアを心から願っております。ワンチャンいけるかなと思ったけど時間切れか、残念でした。では皆さんぜひチャレンジやってみて、クリアして報酬ゲットしてください。では最後まで今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。